皆さんこんにちは、リリです。今日は私のペンポの中身を紹介していきたいと思います。はい、私が使っているペンポはじゃん、この2つのペンポをいつも持ち歩いています。はい、まずこちらのペンポの中身から紹介していきたいと思います。中身はこの3色のスタビロの蛍光マーカーを使っています。次にこのいつも丸付け用に使っているんですけど、マーカーとボールペンと青のボールペンを使っています。シャーペンは3本いつも使っているんですけど、これが 0.5、0.5、 これが 0.3 なんですけど、 0.5 はいつも実験で絵を描いたりするときとかに使い分けていつも使っています。あとはこのニコラコラボの消しゴムとか、あとは修正テープと、あとプラザで買ったピンクの定規を中に入れています。はい、次にこちらのペンポの中身の紹介をしていきたいと思います。中身はシールと、あと付箋とかメモ用紙、あとはこの予備用のカラーペンと名前ペンを入れています。あとはのりを入れています。2つのペンポの中身の紹介をしました。私も中学生になってからいろいろテストとかも増えたので、しっかり復習ができるようにたくさんカラーペンとかを入れています。皆さんもぜひお揃いにしてみてください。ではバイバーイ。